体操的に緊張の割り出しです今日は。何ですかそれ。知ってますけど。動きがしてきた。どっち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 。いいから早く。そのせかすなって。今回はほら半分半分じゃないですか。あそうですそうです。ちょっと余韻を楽しませて。あいいですよ。じゃあ待ちましょう。いいですよじゃない。普通に。待ちましょうじゃああなたの余韻を待ちましょう。まあ、いいですかもう。もういい。こちらですね、サタンオオカブト。ですね、はい。はい。なんとなく察しついてる人もいるかもしれないし、いないかも、わかんないですけど。そうですね、昨秋にね。組んだんです。夏か。夏の終わり頃か。孵化してきたやつ、ワンペア。です、ね。一番でかいの持ってったやつでしょ、あなたが。あ、そうなんです。幼虫も出てるんじゃないかっていうことで、割ってこうってことで、見てわかる通りこれアイリス大山ケースなんですけど、いたらいいなぐらいの卵ありましたからね。ありましたありました、はいはい、産んでました。なんで期待せず、まあ、幼虫見えないんですよね。でもね全然見えない。だからみんなごめん。あサタンはねちょっとやっぱり若干卵弱かったりするのかな。ちょっとなんかヘラクレスみたいな爆産っていうのがあんまりねないわけじゃないだろうけど、カメラはあんまないんですよサタン爆産っていうのが。毎回毎回10ちょっとずつぐらい。予想立てましょう。6ケースで私は25匹取れればいいな。カメラマンさん何匹いると思います？18。各ケース3匹ずつ。サブ6、18。いいとこじゃないですか。25、18。じゃあ限りなく数字に近い方勝ち負けってことで、はい、勝った方が幼虫総取りということでいいですか？ちょっとそれもつまんない。じゃあどちらかというとカメラマン負けたいですよ。私も負けたい。大変ですよやっぱり。そうです長いからね。うん、まあまあちょっと見ていきましょう。はい、変えたそのこっち開けます。あ、小林がちょっとドンっていくんで、ちょっと小林がすいません。あ、あ、な成功ってことでいいですね。ないつものごとく。いきます。見てきます。いや待って、マジでいないんじゃないか。あ、いた。やった。ででーん。第一幼虫発見。第一サタンの幼虫。あ、でも糞ありますよ。ありますね。あ、やったじゃん。サタンの幼虫成功じゃないですか。やったー。いや、そこそこ糞ありますよ。いや、一匹って可能性もあるんじゃない。あ、いた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 。あ、大きくなってる。セットしたの結構早い時期のやつでしょ、これ。これは早かったですね。あ、いた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 、3匹目。あ、いたいたいた、あれ3匹いた。あ、フンもありますね。ちゃんと塊割った方がいいですよ。そうですね、ちょっと、はい、まあちょっと乾燥しちゃってる部分はまあいないでしょうから。そうなんです、乾燥ちょっと、ごめんなさい。まあ、アイリスケースなんでしょうがないです、上の方は乾燥するの。そうなんです、上の方は乾燥してますけど、下の方は。はい、ちゃんと乾燥してる、大丈夫。3匹かな。お、カメラマンの予想当たってんじゃん。各ケース3匹。やだ、負けたくない。あ、負けたい。あ、負けたくない。あ、負けたい。あ、負けたくない。負けたい。ちょっと微妙な心境だな。掛け事なんてするんじゃないな。そうですね、3匹ですか。3匹です。はい、ちょっと戻しましょうケースに。はい、では2ケース目いきます。ちょっと小林が落ちた。卵はね、産んでるっぽいですね。跡があるんで。あ、本当だ。どんな感じなのか、これね、孵化するのかしないのか。あ、これはでもどうなんでしょう。膨らんでますね。膨らんでますね。孵化するかもしれないんで、まあ、ちょっと避けておきましょうか。はい、小さいかもしれないで、そういう塊も割った方がいいですよ。あ、あ、卵だ。あ、まだ早いんだ。これ早いですね。戻しますか。はい、これは危険だ。完全卵ですね。はい、2ケース目煮卵でした。そうですね、煮卵で途中でやめましたね。やめました。ちょっとあの白、まだ白くて膨らんできたから間もなく孵化ですね。あれですね、サタン時間かかりますね。一回ひっくり返して、ちょっと分かんないんで、これ11月1日これタイタス組んだやつなので、ね、これはちょっと分かんないですね。一回ひっくり返します。うんうん、うん、おー、ダニちゃんが湧いてる。あ、もう、あ、あ、幼虫いる。幼虫いるじゃないですか。あれ、これタイタス組んだケースですね。早くも二幼虫。二幼虫ゲット。これもあと1匹出てきたら予定通り3ってことで。カメラマンに負けたくないな。18以上取らないと勝てない。あ、いたいた。おお。3。福田さん。多いじゃないですか。ちなみにさっき開けてったのはカメラマンさんのケースだったんですよね。そうですね。とでも3匹の可能性がちょっとあとちゃんと割りますけど。お、このままいくと3でまた正解。逆に正解？やだ、もう1匹取りたい。5匹も6匹も出るわけじゃないんですね。サタンは結構あの、ほらさっき煮卵出たけど、卵腐った後あったじゃないですか。はい。でも卵出ししなくても、3皿の中で卵結構サタンダメになることあるんですよね。
爆散させる人は里もやっぱ爆散させる人いらっしゃるんで、そうですよね、やっぱ 何かあるんでしょうね、環境なのか管理なのか、産むことは産むのは分かったんです、そうですね、計算はそこにねポコポコ見えるぐらい産んでましたからね、あーやだ、あれ三葉宇宙じゃないですか、あ正解かも、え悔しい、え悔しい、嘘でしょ、ちょっと悔しいけど、あはい3匹でした、じゃあ次のケースですね、折り返し4ケース目、今のところ6幼虫2卵でカメラマンリード、まだ希望は捨てたくないんで、変えたそのなんかやる気がそげてます、あいたじゃん幼虫、ほらいますよ、お見えるじゃないですか、これは希望が、さあ10匹取るぞ、こっから挽回だ、おおおおお、あいた、ドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン、ちょっと反対側にもいる、これで3だ、おやった、いたいたいた、自分のブリードでタイタさんにしまったとか言わないで、嬉しいことだから、そうですね、ちょっとやっぱちょっと数欲しいですよね、はい、お大きい大きい、そうは言っても大きいですよこれ、ほらこれで9ですかね、もうちょっと欲しいですね、いや幼虫、ああ卵、あじゃあそれちょっとその横で受けておいてます、結構やっぱばらつきありますね、ですね、結構幼虫2例のもいて卵もある、よし残り半分です、います、ここら辺にいる、あいた、あいた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 、あいたいたいた、5、あいたじゃないですか、よかったよかったよかった、やったまだいい色してますね、いい色してますね、ちゃんとここら辺にいるか、あいたいたいた、おいる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 、嬉しい嬉しい、さすがカメラマン、ちょっとカメラマンに負けたな、ちょっと悔しいな、一ケースで、いや嬉しいな、やったじゃん、ちょっと嬉しいな、こう出てくると、このケース水分量も良かったんですかね、なんか絶妙な水分量ですねこれね、カメラマン方式の、うん、サンドイッチ方式ですかね、はい、もしかして、はい、あ、いた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 、いいじゃないですか、いいじゃないですか、よかったよかったよかった、あこれぐらい取れればいいですね、あ、いたいたいた、あ順調じゃないですか、このケースすごい取れるな、こっちね、いるんじゃない、まだ、せーの、うん、あれなんでそうだ、うーんって言うの、いや、いたと思う、いる、まず笑っちゃいましたいやいや、いると思ったんですよ、なんかそういうさ、やっぱ筋がきってあるじゃん、そうですね、ほら、割ったらいたみたいな、それを予想してたら意外といなかった、7匹いた、7匹だと思います、卵を混ぜて、今12匹ってことですか、幼虫全部で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16匹です、じゃあ10匹いたんですね、あ、そっか、10匹いたのか、はい、これあと2ケースあるからタイタさんの勝ちですね、カメラマンあと2匹しかゆとりがないです、18って言ったから、はい、よし、あそう、ホクソエンデル顔は、なんでそのホクソエンデル顔は張ったかもしれない、行きましょう、行きましょう、はい、残り2ケース、25に限りなく近い数字をぴったり賞を狙って、あ、幼虫だ、よあ、違うんですね、これ脱皮した後だから幼虫いますね、これいた、いた、いました、もう1匹、あと2、3匹欲しい、なんか思わず声ちっちゃくなってきますね、だんだんね、さっき声がボリュームが過去一でかかったのに、マットの状態も悪くはないですね、あのそんなに、いた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 、お、二幼虫、二幼虫、じゃあここでも幼虫、あ、いた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 、やった、超えてしまった、よし、でもちょっと嬉しいようで嬉しくないですね、全部引き取らなきゃいけないってなったら、たずそう、いやカメラマン大丈夫、持って帰ります、持って帰ります、いなくなっちゃうんで、まあただあと2ペアいるんですけどね、夏に向かってブリード時期がずれるとタイタスさんうちの地下ルームでやってもらわないとサタンが多分埋まないと思うんですよね、なるほど、ブリードルームのエアコンでは、はい、3匹じゃないですか、ほら全部で幼虫何匹います、19匹です、19匹か、ということでラストケースいきます、はい、あのこのケースはカメラマンさんがもう最後ですね、11月末ですね、それめくんだらね、なんで卵の可能性があるんですけど、一応見て、まあ、一応ゴンってひっくり返してやっていきましょう、ラストの体力で、まあ見えませんもんね、これでこの中であの最後メス死んじゃったんですよ、はい、あれちょっと、だからもしかしたら卵もないかもしれないんですよね、最後これはちょっといなさそうですね、やっぱ最後ダメだったか、そうですね、ちょっとバフはバフしすぎて今ちょっと見るだけ見ます ね、 すね、ごめんなさい、なんか気がついたら靴下脱げてます、あとそうカチカチ、あの通った跡がない、詰めたままですね、はいはい、これも多分いないですね、はい、こんな感じでした、はい、卵戻しちゃったんですけど、中級幼虫卵1、2個は見つけてるんで、卵3個、これ以外に3個あったんで23、3、大体3はやっぱ近かったですね、25に勝ちましたね、おめでとうございます、ありがとうございます、本
で十分じゃないですか。そうですね、これぐらいサタンの中取れれば、うん、はい、良かったです。まあ、ここからあと2年、いや長いな。サタス生きてるかな、2年後、まあ、それ誰もわからないから、ね、そうですね、世界は変わってるかもしれない。そうですね、はい、このサタンが羽化する頃にはどうなってるのか、サタスの未来もどうなってるか、明るいかもよ、明るいといいな。そうです、それはね、あの、はい、やっぱり見てくださる皆様あってのタイタソなんでね、お願いします。あの2年後のタイタソ、少し老け込んだとしても元気よくまだ虫をいじってると信じていたいです。そうですね、はい、ということでちょっと疲れが見えてきたので終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。バイチャ、なんでで言うんだよ、そこはタイタソ言いますね。また次の動画でお会いしましょう。バイチャ、バイチャ疲れてますね。疲れてますよ、今日は少しは逃げてる。そうです。